おはようございます。岩田隆彦です。12月4日の朝7時50分なんですけど、米国市場引けました。3日の相場が終わりました。ニューヨークダウはですね、あんま良くなかったね。前日比マイナス76ドル。マイナス76。ということだった。ですが、まあ私の持ってる株は伸びたね。そこら辺が面白いところで、こんな感じです。うん、3日の市場はですね、まずなんかイラギリ伸びたんね、戻ってきたっていう言い方ですけど、難しいなこの人、つかみどころが。813ドルになりました。だいぶ戻ってきたぞ。これまた900ぐらい行くんかなっていう雰囲気を感じるよね。プラス14ですね、前日比大きいわ。それから、これ、NVIDIA。あんま話題に出なくなってきたけど、これもしとも、140ということで、140台に戻ってきました。2ですね。そして Apple、242で、3。安定してる。マイクロン、99で1。それから、マイクロソフト、431で1。アルファベット、173で1。この辺と、軽い伸びで。で、ここですよ。この人が一番元気。メタプラットフォームズ。昨日もすごかったけど、今日もすげえ。なんかあるんですかね、裏のニュースリリースが。わかんないんだ。ちょっと今見てみたけど、すごっていうようなニュースは出てないですけどね。メタがですね、613ということで21伸びました。600を軽く超えてきました。これ来るんかな。2日連続でね、大きな陽線を引いてるんで、ロウソク足ね。ちょっと、今から入って間に合うかな、わかんないんですよね、この辺がね。すんごい大きく伸びる日と、すごく大きく沈む日があるんで、触りづらいけど、まあ、すごいね。とにかくすごいということですね、メタがね。それから、オラクル、182で1ですね。ここが、この人、AT&T ですね。23で1位。そして、ウォルマート93で1位。ホームデポ429で3。まあまあ、こんなもんでしょうっていう感じは。あとなんもないっす。それで総額、17,280ドルになりまして、昨日1日で58ドル伸びました。よかった。順調にこれが大きくなっていくように、ね、作戦を練っております。それで、配当金は401。ということです。まあ、こんな感じで。まあ、いい感じじゃないですかね。いい感じだけど、まあ、現物はこんな感じでいい感じだけどね。信用がね、なかなか難しいな。取らせてくれないですよね。めちゃめちゃ伸びてるところを、ね、掴んでいっても、ね、なんていうの、タイミング悪いんだよな。次の日落ちるっていう感じのことが多くって。どうしよう。昨日の相場はメタが掴み時やったよね。
ちょっとゆっくり考えたいと思います。それじゃあ失礼します。